ボチザロックニジカちゃんの無限ドリトスゲームが作られる。アニメの放送が一旦終了しても人気が爆発し続けてるボザロなんですけども、そのアニメに登場するニジカちゃん、ニジカファンはすごい愛が重いことで有名なんですが、ツイッターの方でナコさんという方がニジカちゃんの無限ドリトスミニゲームを作ってみたと。ものすんげえカオスそうなミニゲームなんだけど、ゲーム内容がですね、ニジカちゃんの頭についてるアホ毛が取れて、それを空のドリトスの袋に入れていくというゲームで、横から古事記山田が登場して溜まったドリトスを食べさせると消化していくっていう感じですね。で、右下にはボッチちゃんがいて、なんとリフティングをすることができます。大量にニジカドリトスを貯めることもできますし、非常に自由度が高いんですよね。とんでもないゲームだわ。このゲームやった後にアニメを見ると、ニジカの頭にドリトスがあるようにしか見えん。